ある日そのマネージャーと車に乗ってたら、はい、マミは今年の顔に選ばれましたっていうふうに言われて、はい、それはどういうことですかっていう唐突だったんで、もう本当に寝耳に水といった感じで驚きましたね。今年から、バス釣りを始めまして、はい、でその自分の竿を買ったのが今年のヒット商品ですかね。それってそれなりに値段もするもんなんですか。それなりにしました。同い年の、知り合いのバスプロの方に聞いておすすめを、はい、ごめんなさい、今気になりましたけど、同い年の知り合いのバスプロの方がいらっしゃるんです。はい、その方とあ言ってます。じゃあちょっと遊びにじゃなくても結構本格的にがっつりやってるんですか。いやいや、始めたてというか初心者なんで、逆にバスプロの方に教えていただいた方が最初から楽しめるかな。そうですか、はい、ちなみにどういうところに今年行かれたんですか。ここ今年は野尻湖とか山中湖とか河口湖とか、はい、一番大きかったバスはどれぐらいだったか聞いてもいいですか。43センチでしたかね。はい、スラッと出てくるっていうね。はい、嬉しかったね。はい、ジムに通ったりとか。契約はしてます。だから契約はしてるんですよね。お金毎月引き落とされてるんですよね。そうですね、はい、いつでも来ていいですよって言われてる。全然元取れてない状態。はい、なるほどね。でも行きたいなって気持ちはあるわけですもんね。たまにですね。そうですね、なるほど、はい、今年はドラマも映画も、今稽古中なんですけど、舞台もやっていろいろとできて充実した年でしたし、来年は個人的には30歳になるので、まあ、だからどうっていうことでもないんですけど、なんか変わるじゃないですか、こう20代と30代って。なので、充実した30代のスタートを切れればいいかなと思っています。はい。